あっちではそんなことになっていたの。おかげでみんな容疑者扱いで。マリアさんは何かおっしゃってませんでした？何かって？犯人について。ああ、そういえば秘密って言ってたわね。案外コバーケンだったりして。え？この人にそんな度胸があるわけないでしょ。わからないですよ、惚れた女のためなら。え？お嬢様、いきなり何をおっしゃいますですか。最近コバーケンが私のことをやらしい目で見るようになって気持ち悪いなって思ってたんですけど、お母さんも見て納得しました。あら、いやらしい目で見てたの？いや、まさかそんな、もうこのクソエミリーが。いやらしい目っていうか、こう例えばお二人がこう友達にバイバイとか言って手を振ってるとするじゃないですか。バイバイ。その時に半袖だったりするとこうチリンチリン、お、脇からブラチラ見えてんなとか、その程度ですよ。やらしい。やらしかねえよ。あとは？あとはそうですね、あ、例えばお二人がそこに落ちたイヤリング拾ってるとするじゃないですか。イヤリング、イヤリングどこかな。その時にこう、わ、裏もも見えてんなとか、その程度ですよ。やらしい。あとは？あとは？あとはそうですね、あ、例えばお二人がその辺に立って内側見てるとするじゃないですか、それで薄手のスカートだったりするとこう逆光が当たった時にこうチンチンチン、全部透けてる透けてるとか、その程度ですよ。キモい。これはキモいよね。ほらね、コバーケンがやらしい目で見てたのは私じゃなくてお母様だったってことですよ。私はお母様の代用品。そんな。いや、まあ、その、もうちょっとだけ、ちょっとだけですよ。はい。あ、でも、エミリー様のことも、それはそれで、ちゃんとやらしい目で見てましたよ。そのフォロー、いらなくない？でも、男の人ですもの、仕方がないわ。まあ、ブラチラでも何でも、ブサイクだったら見苦しいだけだしね。みんなのことじゃないですよ。みんなじゃないからね、安心して。エミリーは辛い？何がですか？好きでもない相手と結婚をすること。全然。え？だって好きな相手と結婚したって3年もしたらそんな感情擦り切れてしまいますもの。まあそうよね。そうなんですか？そうよ。誰かを本気で好きになるたび、結婚してたらキリがない。恋愛なんて3年もたない、クライマックス戻らない。たとえ見飽きた相手でも情に脅されずるずると、でもゼロから始まればきっと少しは上向くわ。好きじゃなければ最初から諦めも美しい。恋愛なんて3年過ぎたら家族みたいに楽なだけ。まあ、そのお二人のような立場でしたら自由な恋愛結婚というのは難しいかもしれませんが。大丈夫、恋愛をしたければ浮気をすればいいのよ。え？お母様大胆。上流階級の結婚っていうのはそういうものよ。結婚は結婚相手と、恋愛は愛人と。知ってるでしょ。はあ、まあでもそうはっきりおっしゃられてしまいますと何とも。エミリーも本当は浮気相手の子供だし。マジで？私に似てくれたからラッキーだったけどね。衝撃の事実。時効、時効。そっか、時効か。恋愛なんて3年もたないならば浮気で済ませちゃえ。たまには子供もできるけど、知らぬは亭主ばかりなり。でも恋するたびに思うの、この気持ちは一生続く、一生ずっと変わらないと3年は思えるの。恋愛なんて3年過ぎたら思い出に引きずられるだけ。だけどもし3年過ぎても変わらなければ本物ね。さあ行きましょう。はい、行くわよ。あ、はあ。